皆様こんにちはこんにちは今日も皆様とご一緒に楽しく日本語について学んでまいりましょうそれでは早速講義を始めますとんだ心得違いをしておりましてご無礼な態度をとってしまったことお許しくださいはいまあこれ少々ね長いフレーズですけれども心得違いをしておりましてこれはどんなふうに言い換えられますか とんだ心得違い、勘違いをしておりまして、思い違いをしておりまして、ご無礼な態度を取ってしまった、あなたに対して失礼な態度を取ってしまったことを、まあ、どうぞご容赦ください、お許しくださいという表現ですね、まあ、このようにお許しくださいと相手からこのように丁重に頼まれたら、まあ、どうでしょう、ね、答える側としては。やはり一番上にある、そんなにお気になさらないでください。 相手にこのような言葉をかけたいですねそうですねお気になさらないでくださいまともとの、ね、フレーズとしては気にしないでくださいね、これが普通ですけれどもやはり丁寧にかなり敬語を使ってお気になさらないでくださいね、そんなにお気になさらないでくださいね、こういう非常に丁寧な表現になっております下を見ていきましょうか結果的に以前のお約束を果たせなかったこととなり申し訳ありませんうん そうすると、この前のね前提としては、ですね、以前のお約束と、ここに出てますから、そういう流れがあったんでしょうね。そうですね。ですから、例えば、以前話し合った私どもの要求は、これは受け入れていただけないということでしょうか。あそうですね、結果的に以前のお約束を果たせないこととなり、本当に申し訳ございません。 以前、商談で話し合った内容は、今回、反映していただけないということでしょうか。そうですね、結果的に前回のね、要求をちょっと反映できないこととなってしまいました、申し訳ございません。ね、こういう以前の約束があるという前提のもとに話されるならば、この2番もセットとしては、これがふさわしいですねそうですね、下行きましょうか。私のの言葉に説明足りないところがございいましたはい、これもよくビジネスでね、聞くフレーズですねそうですね。 えーまあ、何かこう説明をした後に、はい、ま相手が理解していないなと分かった時には、このような言葉を述べるといいですよ、ね、そうですね、まあ、例えば、この契約事項はこれ、こういうふうに理解してよろしいんでしょうかあ。申し訳ありません、私の言葉に説明の足りないところがございまして、あのそういうあい意図ではないんですけれども、なるほどね、そういう流れならいいですね、あこの契約のこの条文なんですけれどこれはこのように理解してよろしいでしょうか。 私どもの用意した資料に説明の足りないところがございまして、申し訳ありません。うん、こういうい流れです